顔はふいやいやいや、次から次へと、重大なニュースが出てくるではありませんかで、今日は小島さんが、ユリコくんをね、早くも刑事告発したっていうニュースが出てきて、親っていうかね、これさ、選挙広報に回路大卒を記載した時点での刑事告発だと、 私も考えてだからね、もうちょっと先だなと思ってたんだよね。それがこのタイミングで出てきたのは何でしょう、なぜでしょうで、今日6月の18日でしょ。で、今日の午後ね、この小島さんの記者会見もね、もう終わった模様です。で、これよりもね、記事の方をね、えー、見ていきましょうかね。ざっとね、読みました、この刑事告発の件ね。 でこれ長い,んだよ、ね、長いので、ちょっと要所要所をね、見ていきますかね。えー、今朝今朝は、今日のね、6月18日、火曜日の今朝公職選挙法、えー、違反容疑で刑事告発で、これさ、時効はどうなるのかなって思ったんだよね。うん、あの、時効、これ3年でしょ、だから、あの、虚偽の、 虚偽記載とかをして、時効3年だと、前の選挙の時からはもう3年過ぎちゃってないかなとか思ってたけれども、まあでもほら、小島さん弁護士だからね。<laughs> あの、ちゃんと根拠があって、告発をされています。でね、その理由とかね、ちょっと見ていきますかね、とにかくね。えー、ゆり子知事を刑,刑事告発したことが、週刊文春の取材で分かった 6月18日の午前9時に、東京地方検察庁に告発状が、えー、提出されました。で、この写真はなんかね、別に今回の告発の時の写真ではえない。え、どうなのかなこれは今回のとは違うと思うんだよね。ゆりこ君もなんかの、えーね、回答はしたよね。この告発に関して、えーね、なんか述べていましたが、この写真はちょっとわかんない。で これね、告示直前に刑事告発に踏み切った理由、これ知りたいですよね。でえー、っと4月の、四月の9日に、これ、文芸し春秋の,あのオンライン版で、このねあの、小島さんの衝撃の手記が出てきましたよね。私はあの、ゆりコの学歴詐称に、 加担してしまったっていうあの式が出てきましたね、でそれが4月9日でしょう、で5、6、約2ヶ月後か、でその証拠保全してるって言ってたからね、それも楽しみにしていたのですが、その保全した証拠もね、この中で、この記事の中で、あこういうことだったのかなっていうことはね、ちょっと分かってきました。 でこの段階で踏み切った理由、ね、で、すっ,ってね、はい、公職選挙法235条1、虚偽実行公表罪の趣旨は、有権者が誰に投票すべきかを判断するに際し、候補者についての正しい判断資料が提供されることが必要であるというところにあります。 じゃあさ、漫画オタクでもないのに漫画オタクと有権者をあの誤解させるような発言をしていることもこれに当たらない虚偽事項公表罪公職選挙法235条1項に石丸さんは当たらないのでしょうかこれもろ該当してそうだけどねああまあそれ <laughs> 石丸君のことはちょっと置いといてでも置いとけないんだよねうんこれで百合子がさ 質は取りやめるとかさ、なりかねないよね。この時期に刑事告発されるとね。で、えー、公職の選、考公,公職の候補者、または公職の候補者になろうとする,する人にとって、えー、自身が経験した事項であり、かつ有権者の投票行動に影響を与える可能性のある事項が、経歴に当たります。この経歴っていうのはさ、 だからあの、学歴のことだけじゃないってことだよね、うん。だって有権者の投票行動に影響を与える可能性のあることだから、やっぱり漫画オタクでもないのに、漫画オタクと、ね、自分が漫画オタクを経験したかのように、ね、そういうあの誤解を与えるようなことをすると、法則選挙法違反になるよね。はい、で、この記事に戻ります。 現実の社会状況からすると学歴を詐称することは実際の自分よりも経歴において、うん、やっぱここ経歴なんだね大切なことはね経歴において自己を過大に表現しより有利な評価を得て票を集めようとするものですってことはさじゃあ自分はあの社長をやったことがないのに何々会社の社長をやってたとかこういう経歴も るるとと公職選挙法違反になるってことだよね、うん、だから有権者を誤解させちゃうもんね。うん、その経歴を見てあ、じゃあこの人に投票しようと勘違いをさせてしまうと、これにあのこの法律に,に抵触するってことだよね。で、統制を目的とした行動であることは明らかね。だから当選しようと思って、 えー、カイロ大書籍卒とユリコくんの場合は言ったわけだよね。えー、じゃあ、当選を目的とした、えー、当選を目的として、えー、漫画オタクじゃないのに漫画オタクですという行動も、ねえー、これもま,まずいっていうことですよね。うん <laughs> な。何を笑ってんだろうね。この漫画オタクにさ、えー、なんかこう当てはめてみたくなっちゃうんだよね。なぜかね。で経歴が 選挙のために広く使われることを認識して詐称していれば法律の趣旨に反しますだよね。これ詐称が良くないってことだよね,、えー、ね。何にしてもね、その経歴ね。だから経歴ってさ、まあ、自分のさ、体験とか経験も含めて経歴だよね。人生で何をしてきましたかっていうことに関して、うんね、あの選挙で受かろうとして嘘を言っちゃだめですよってことだよね。はい、で小池氏の 場合は、えー、カイロ大学卒業という経歴ね、えー。で、石丸氏の場合は、漫画オタクですという、ね、経歴ね。は <laughs> い、まあ。ゆりこくは50年近く、これ、正確にはね、48年間、こう、嘘ついてるね。で、世間にいる不死。えー、議会で質問されても答弁拒否をすることで、意図的に放置してきました。こうした点から、えー、選挙候補経歴にカイロ大卒業と、 記載されるか否かがは判明していない現代かいまだ判明してないよねこれ書くかどうかねで,でも十分に公職選挙違反に問えると判断して刑事告発する決断をしたこれさあじゃあ別に今じゃなくてももうもっと前から刑事告発できたってことだよねこの理由から言うとね で、議会で質問されても答弁拒否をすることで意図的に報じでしょじゃあこれ時効はさ、この議会でこれが取り沙汰されるた時点で時効が中断してたとか、ちょっと時効運転に関しては、えー、書いてないんだよね。あ、じゃあもっと前からさ、刑事告発はできたってことだよね形式的、形式的にっていうか、そのできる いいね、事情はあったっていうね、根拠はあったっていうことね。で、こっからはね、あのー、卒業年のね、矛盾。はい、えー、ゆりこくんが言ってる卒業年と、この卒業証書に書いてある、あの、日付の違いとかね、あの、卒業証書とか卒業証明書の、あのー、こういう形式的な矛盾みたいな話が、こっから、 出てきます、はい、でここにね、これをね、あんまり細かく見ていっても、うん、ちょっと疲れる、<laughs> 疲れるかなっていうか、こういうのが好きな人はね、あのこれをじっくり見ていけばいいのでしょうが、まあ、サインが空欄とか、あとはあの女,性系のある女性系であるはずの証書が、 あのミスター小池百合子となっていたとかね、そういう話はなんか,前から、毎回よく出てたよね。で、この証明書のね、はい、矛盾点を小島さんは随分詰めてたようです。あの証拠として使えるようにね。で、この小島さんの問題意識っていうのは、この日本の民主主義の根幹に関わる 重大事件っていうね。こう、これでしたよね。で、でね、そのね、大体この年月日のことね、年月日に矛盾が生じるっていうことね、この7つの重大証拠ね。で、あとさ、これ、ゆりこくんがさ、あの、うかつなことを言っちゃったのは、あの、カイロ大学生命の発出経緯について、 これ2020年の話ね。自分は、私は関与してみませんと、これ言っちゃったことがちょっとまずかったっていう話は出てきたよね。だから私がやらせたって言ってればいい、よかったのに、えー、自分は関与してないのに勝手に、えー、カイロ大学が、あのー、学長声明で出しちゃったっていう話になっている、そこも矛盾点として、 つけるっていう話はなんか言ってて話は言よねで、じゃあ、上場はどうなるんでしょうか。小池君は長年にわたって虚偽事実の隠蔽をしており、上場は重いと言わざるを得ない。で、本件は外国の関与や影響によって、日本の政治や選挙が歪められる恐れがあり、主権の独立性という日本の民主主義の根幹に関わる重大事件でしょ。 うん、だから、長年にわたって虚偽事実の隠蔽をしていて、もう引っ込みがつかなくなっちゃったんだよね。うん、じゃあ、まだそんなにな長年、えー、虚偽事実を隠蔽しているわけではない、漫、え、画、ー、オタクは嘘でしたっていうのは、早めに言っておいた方がいいよね。はい、で、刑事告発に対する受け止めについて、はいえー、小池君に問い合わせをすると、まあ、書面で。 回答したってことかな書面に問い合わせると次のように回答だね「卒業についてはカイロ大学が認めています」「卒業証書と卒業証明書はカイロ大学の正式な手続きにより発行されたもので何度も公にしています」「これ前から言ってることだね」でまた言ってる「卒業を 証明でできるののはえ大学のみです皆さんはえ卒業を証明したことをえ誰にしてもらいますか親ですかお,お友達ですかおまわりさんですかってあそこまでは言ってないね。 <laughs> で,でも卒業を証明できるのは大学のみであり他者ではありません <laughs> 選挙のたびにこうした話が取り沙汰されることは誠に遺憾でありカイロ大学の名誉を既存するものと考えますでこのカイロ大学の名誉を既存するっていうのはあの4年前のカイロ大学の学長声明でもなんかこういう脅し文句みたいなの出てきたよね うん、あの、ゆりこの、卒業に関して、あの、議員を挟むものは、それは、強いてはカイロ大学の名誉も、既存するものであるって。だから自分が書かせたから、こういう言葉を自分もつい使っちゃうってことでしょうね。で、これ、長いんだよね。で、午後1時から、えー、記者会見ね、小島さんの記者会見が、あの、これ、やったってことね。で、 今後どううなってくるのでしょうねで最後に小島さんはこう主張するいやここはちょっと読んでみますねえ。嘘がまかり通っている現状をどこかで諦めてしまっている有権者が多いのが現状だと思います。諦める必要はありません。ね、漫画オタクじゃないのに漫画オタクと言ってる嘘を信じてはいけません。ね、嘘つきが堂々と ね、あの嘘をついてまで、えー、当選しようとするその現実を有権者の皆さんは諦めてはいけません、えー、あただ、えー、潤沢なとの税収で開催されるイベントでた楽しませてくれればいいやと考えているうちにこれなんだろうプロジェクションマッピングのこととか言ってるのかな、えー、小池君の公約である首都防衛を盾にした 排除と粛清や仲間内だけで、えー、独断政治が強化されて、えー、民主主義が崩壊してしまいます。権力に対する諦めがより政治を悪くすると思っております。で検察には知り得る限り関係者の名前も伝えた上で告発しました。この関係者に誰が入ってるんだろうあのジャーナリストの A さんとか入ってるのかね で今後日本の主権に関わる重大な問題として捜査が行われるものと考えております。でこれはで地形は動くのかな、うん、これ微妙だよね。うん一応まだ現,現職のさ知事に関してどうだろう地形はでも都知事をさあのー、告発で起訴できたら検察にとってはなんだっけあのー 金バッジとか銀バッジの銀バッジぐらいにはなるのかな。うん、で、検察がここで張り切るかどうかね。うん、でもどうだろうね。検察に、えー、なんか飴玉をあげる人がいるとかさ、<laughs> ここは君たち張り切った方が、後々、いろいろね、あの、いい、甘り先とかさ、えー、なんかいいことあるよってなると、検察はこのゆり子くんの起訴に、 動き出すのかなこれちょっとよくわかんないね。で、とね、ちょっといろいろね、気になるニュースがね、できてきてね、この武田薬品の会長が、うんまあまあな年でお亡くなりになりました、うん。もうそろそろかなっていう年で亡くなっているのですが、武田薬品といったら、これ、あの、ここの主力商品ってあれじゃないはい、と一発、アリナミン V とか、 じゃなかったっけそのエナジードリンクみたいの、これ売ってるよね主力製商品としてあるよね武田にね。でね、あとちょっとね、気になったね。あ、ここにもなんか、この今のなんかね、ちょっと待ってね。今エナジードリンクみたいの出てきたよねこの後で出てくる。あ、これ自分で、はい、これは何でしょうカンナビエナジー売ってる人は、だ誰でしょうね はいこれはね、このね、サイトはね、選挙プランニングっていうね、うーん西丸さんの選挙プランナーの藤川慎之介さんのサイトです。で、選挙プランニングのサイトなのにな,なぜかこう、カンナビエナジーという、なんか怪しげな商品売ってませんかでさ、こういうの売るのってさ、詐欺師多いよね <laughs>。で、これ値段を見ていくと、 詐欺しぶりが分かりますよ。本物かどうかね。えとんでもない1本、5万円以上売ってで売ってたら、私は詐欺師認定かな。うん、あ、5万円あった <laughs> 分かってて言ってただろうみたいだね。えこれ30%オフで5万これ高額商品売ってますね。これ原価いくらか分かんない。でね、これはね、この商品を読んでいくとね、何を原料にしているでしょうか。これ、ヘンプね。 はい、ヘンプといえばわかりますね。<laughs> 日本語で何というかねどういう植物であるかあこ,こ,ここにも書いてありますがこのね朝のねなんだろう解禁とかさ、うん、こうヘンプを主,主要成分とするこの何、ね、だっけこのエ,ナエナジードリンクじゃなくてこれエナジードリンクじゃなではなくて何とかオイルっていうらしいんだよね。 一日的で活力がよみがえってえ、この藤川さんもなんか死にそうな時にこれを飲んだら、えー、なんかおかげさまで元気になって、研究所まで立ち上げちゃったっていうね。あなんかうさんくさそうだね。はい。えー、で、これはちょっと置いといてね。なんかねこれ、これがつながっちゃったんだよね。武田薬品からこのカンナビエナジーがね。で、これゆりこくんのね、 あのー、パーティーの集金力はね、すごいっていうね、日刊現代さんの記事です。で、これは、あれでは、あの、西村くんも顔負けくらいな売上高を誇ってますね、パ,パーンね。で、この金額を見ていくとね、2022年分だから、これまだコ,コロちゃんの影響を受けてた時だよね、その時でも、とね、一回ね、 えー、5月11月で、だから1ヶ月で、ほら、1920万円とか、1992万円売り上げてる。で、えー、コロちゃんの影響がないね、なかった2019年には、4500万円、ちょっと待って、これはさ、1年分の収入が4500万円か。で、で、この2022年分は、えー、でもさ、この時もさ、ひ月で、 1920万とか、1992万円あるよね。これ2回しかやってないのかな ?5 月と11月ね。で、えゆりこくんのパーケンを買ってくれる人はね、企業は、ニトリ、150万円。はい、えー、東京都、医師政治連盟、100万円。うん、ニトリね。はい、ニトリは、 あの外国系とも言われてますよね <laughs> でニトリ系列で名前が上がってくるところがあのユニクロとかさ無印だね。うん、であの石村君は無印を、えー、なんか飽きた形で出展しようとして、まあ、それ反対にあって挫折しましたがこの百合子君の禁酒と シマル君の禁酒は結構かぶってるかもしれないね。うんで。で、これ売り上げすげえなっていう話ね。さすがです。さすが。<laughs> 女帝で。でね、小池君はやっぱりね、あの、清和会出身ね。あの議員やってた時ね。で、総務会長も経験してるんだって。で、ブラックボックスと指摘されている政策活動費の闇についても承知している。 可能性がある。で、あのね、昨日か一昨日くらいに、ゆり子くんのお兄さんが出てる記事を見つけたんだよね。で、それをね、あの、えー、こちらで紹介しようと思ったのですが、その中身がつまんないっていうかさ、あの、おじいさんあ、おじいさんじゃない、お兄さんね、3歳くらい年上のお兄さんが、いや、妹は回路台出てませんって言ったら、 面白いなと思ったのですが、いや出てますよ。<laughs> うん。あ出てます。普通にみたいに、あのお兄さんもね。詐欺師なんだよね。<laughs> お父さん、詐欺師お兄さん、詐欺師 <laughs> ゆるくくん。もちろん詐欺師って今、まあ、そういう一家のお兄さんでで,であんまり仲は良くないんだって。うん。妹とは正直言って仲良くありません。とかね。で、そのお兄さんがさ今までニュースに出てきたことはないね。 うん、ほぼ海無のお兄さんが、なぜこのタイミングで出てきて、えー、で、あ、大学出てますとかね、カイロ大出てますとかねうーん、ちょっとその意図はよくわからないけれどな、なんで今なんだろうっていうね、ちょっと不思議に思った案件は、あの、ゆり子お兄さん登場に、ね、写真も出てた。あんま似てなかったね。なんかね、父親の墓の前で、 二人が並んでる写真があったのですがで、で、そのお父さんのお葬式以来、妹には会ってないんだって、お,お兄さんね、うん。だからあんまり仲良くなさそうだよね。でも、そのお兄さんが百合子に有利なことを言うためにわざわざ出てきたね。ちょっとその意図はわからない。はい。あとね、この不穏な記事がね、出てきましたね。私はね、これ見て、あれこれどういうことって。これ自民ね。 えー、小池氏の推薦見送り、これどういうことだって、確認団体作ってバーベキューが、ステルスでありながらも、百合子君を信任している、えー、ねで。で、それはつまり自民がステルスで百合子君を信任、あのー、しているってことでしょで、その状況にあって、なぜドリル君は、小池氏の推薦見送りと、このタイミングで言っちゃうのでしょうか。で ステルスでもさ、あの、応援しておけば、えー、ゆりこくんが当選した赤月には、はい、えー、自民党から推薦させていただいたゆりこくんが当選しましたっていう、自民党の白星になり得たわけでしょだからそのまんまにしとけばいいのにね、なぜこのタイミングでドリルさんの方では、小池氏の推薦見送り始めたんだら、これ臭いな。<laughs> <laughs> これはね、ちょっと衝撃私的には衝撃で、で、実質支援のみっていう、じゃあこの実質がバーベキューのによる、あの、確認団体による支援なのかなと思ってたけれど、このね、実質支援の方は、あのー、自民党の都議に関しては、 ゆ,ゆり子くんと協力して応援しますよっていう趣旨のことをドリルくんは言ってます。で、でドリルくん今、この選対委員長でしょ。で、この人の発言で、えゆり子の推薦見送りってことは、これ自民党本部は、ゆり子推薦しませんよと、明日告示、明後日告示か、告示の直前になんで言うかなっていうのがね、うん、じゃあこれさ、ゆり子はさ、 出ないってことにもう決まったのかね。睡眠下でね。うん。だから今のうちに自民もそんな出ない人間の推薦を外しておこうっていうことなのかなで。で、ちょっとこれ一応読んでいきますね。えー、無所属で出馬する小池知事について、推薦など、党の期間決定を見送りでしょ。うん。だからこれ自民党として、 推薦しないってことを言ってるよね。で、実質支援に留める。で、ここね、あの、都議会自民党は、小池事との協力関係を推薦していて、東京都連も支援する方針をすでに決定している。で、これを読むとさ、あの、都議会の自民党には、 支援しますよって、これはまあ当たり前か自民党だからね。でもこれを読んでさ、都連を、東京都連が支援しているのは、小池とは読めないんだよね、この文章を読むとね。で、自民の対応について、東京都連と連携を図りつつ必要な支援を行っていきたい。でも東京都連はさ、あの、バーベキューがで会長をやってるわけでしょなんかよくわかんない。で、で、で この都議会のさ、補選もあの、7月7日の、あの、知事選の投開票日とあの同じ日にあって、8つ、8つのね、8つの選挙区で、これあるよね。で、8つのうちの3つには、都民ァも出してる。あの、荒香千春さんも、中野国の補選出てるでしょ、この都,都議会のね。で、だから都民ァと、 あの自民党がバッティングしてるところが3か所ありますでそこで小池君はこれどうするつもりなんでしょうね <laughs> これ富ファを見捨てちゃうの、うん、だってドリル君は、うん、この都議会の自民党は小池自治と協力関係を推進しているって言ってるでしょでじゃあ歩き千春さんも知らねえとか言うのかな小池は。 え荒けちあるそんな人え見たことも聞いたこともありませんとか言って <laughs> 中野区でも自民の候補者を応援しちゃうのそうなったら恐ろしいよね、はい、そういうわけでねこのドリル君の発言がねなんか意味深だなと思ってででこれはあこれさっき読んだんね、えー、あこれはね固定しているやつねでそういうわけで うーんなぜこのタイミングなんだろうっていうね小島さんもいつでもできたんだったらね何で今まで刑事告発しなくて今この告示がもう2日後に迫っているってタイミングでの刑事告発なんだろうねもうわからないことだらけです、はいえー、あ28分も話してる、はい、あなんかこの百合子若いねなんかさこれ何十年前の写真使ってんの <laughs> はい、えー、またやります <laughs> ではまたバイバーイ「を信じちゃいけないよ自分の頭で考えろ」「いつでもいつ監視して最近泥棒させないぞ」